それでは温度センサーによる温度測定をやってみます。こちらは今回開発したエスペラキットバージョン 1.0 ESP32 番です。ESP32 で、今までは右下、SPI デジタル使いました。今度はアナログポート左上を使います。これが温度センサーです。ソフトをざくっと見てみます。センサーのヘッダーファイルを読んで、DHT のヘッダーファイル読み込みです。ここに DHT11 ってあります。この温度センサーが DHT11 です。あとは、セットアップルーチンで通信速度を 115K にセットしますね。で、ボイドループの無限ルーチンで数秒待って、温度を測定して、あと表示する単純なソフトです。ツールで、ボードが DoItESP32 の DevKit バージョン1ですね。ポートが COM6 です。なんで COM6 ってのをしつこく言ってるかというと、コントロールパネル、このデバイスマネージャーですけど、どこだったっけ？あ、これですね。で、今これはシリアルポート1個ですから、シリコンラボの、で COM6 とあります。ここに複数のシリアルポートがつながると、複数個出てきますので、要は Windows 10ですけど、とデバイスとのプラグアンドプレイで、複数識別しますので、ここで複数で、例えば COM6、COM7、COM8、COM1 というのがあったとき、これの設定を間違えると、すみませんね。この USB のシリアルポートを使って書き込みができないことになりますので、そのためにしつこく言ってますね。で、ちょっとお待ちください。この RD の立ち上がりが遅いのがよくわからないですね。なんでこんなに遅いのかな。RD のそのものが遅いのか、ノートパソコンが遅いのかよくわかりません。で、ここで、コンパイルかけます。で、今コンパイルします。で、コンパイルして、今まで言ってましたように、C 言語のソフトをコンパイルして、ここに書きます。で、書き込みした後に測定に入りますので、しばらくお待ちください。まあ、この拡張基盤とまだ残ってますけど、一応、ESP32 と液晶と LED とスイッチと右上の SPI とデジタルとアナログと、まあ、これで終わりになりますので、まあ、ザクッとはできる。この ESP32 の Wi-Fi 内蔵してます。ここです。この位置がアンテナになってます。これで Wi-Fi の電波が飛んでいく感じですね。で、今コンパイル終わって、これから、ここに書き込みに行く。メモリの中に書き込みに行く。書き込みに行くですね。これ今パワーが入ったランプですね。これも ESP さんにはパワーが入ってる。左側にセット、これがブートフラッシュです。これを切り離して電池ですがスイッチ。これは内部バスで来るか、ここの拡張で外に、外部バスに行くか。外部バスにした場合、これ中の回路でもこれ死にますので、この MPU と外部とのつながりになります。また後からやりますけれども。これで今、書き込みに行ってますね。ここで 100% 終了しましたんで、OK です。で、シミュレーションかけます。これで一応温度表示ができました。終わります。